皆さんよろしくお願いします。ありがとう。ホストクラブに現れた大酒ぐらいの男。なんすか。突如大混乱を巻き起こした。やるのか。いや、いいよ。あ、やるか。買ってこい、買ってこい。そこやろ、そこやろ、そこやろ、ええから。今日は何がある日ですか。今日は梅田とクリアの合同表彰式です。表彰式。1月度の売り上げと組数と、まあ、新規指名とか幹部昇格者とか。この日、超大型店舗アトム梅田にはすぐそばにある系列店アトムクリアからも従業員が集まり、合同表彰式が開かれた。毎月、指名数や売り上げ、在籍年数に応じてそれぞれの部門ごとに受賞者が発表される。そして新人オランピック世界2位アトムクリアスレマピネル。新人部門の受賞者に問題の男はいた。表彰状、2024年1月の新人売り上げ第2位アドムクリア椿蓮斗の以下同部、おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。マイクです、マイクです。どん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 上を目指して頑張っていきたいと思うんで、はい、皆さんよろしくお願いします。ありがとう。意気揚々と表彰を受け、高らかに喜びの声を上げてみせたこのホスト。アトムクリア在籍2ヶ月目、椿蓮。彼はなんと、お願いします。ホスト歴何年やってるの。10年です。ホスト歴10年、はい、10年35歳です。従業員のほとんどが20代前半で、業界未経験者が大多数を占める梅田のホストクラブに突如現れた大ベテランだった。もともと花芽さんと同じ店で働いてて、で、まあ、何年間かブランクあって、そこからまた働こうみたいな感じで働いてんねんけど。そんな彼の入店に少々戸惑いの声も。14くらいです。蓮くんでもいい人っすね。まだ酒癖悪いから、まあ、タクでヘルプでちょっとまあなんかね粗相したり、まあ、先輩にちょっとタメ口使っちゃったり、まあ、そこだけ直したらいい人なんですけどって感じです。いや、めっちゃ飲むっす。もうなんかスイッチ入ったらもうずっと飲めるから。これらの声を裏付けるように、皆さんテキーラを右手に上げてください。乾杯。乾杯。次々と酒が進む。大の主語蓮にとってこの仕事はまさに天職に見えた。カンブラインやんて、すぐ乗ったらな。ところが、梅田の代表、日崎アイスのヘルプ中に問題は起きた。もともと僕ルカやったんですけど、こいつに取られて、こっちじゃない。僕がルカなんですけど、こいつに取られたんですよ、マジで。ほんまに鬱陶しい。10年椿ルカでやってきたのに。あ、アドモ本店の代表ですか。あ、どうも、はじめまして。あ、新人ランキングナンバー2。あ、椿ルカ、あ、ルカじゃない、レンマ。おい、おい、何言ってんの。何、わからない。もう分からない。意味やからし、まあええわ。どこ、え、何してん。何してん。俺じゃないよ。いや、俺じゃないもん。いや、俺じゃないもん。いや、俺じゃないもん。は？いやいや、僕じゃないっす。いやいや、僕じゃないっす。いや、僕じゃないっす。僕じゃないと思って、はい、まずお前がテーブルマナーしてて、はい、あさって来ましたもん。誰が？え、ルカさん。ルカでしょ。いやいやいや、俺がちゃうもん。絶対俺間違いないです。いやいや、僕じゃないです、ほんまに。いい意味やから。あ、なって。え？難しい。いい意味やから。いや、じゃあ謝ってよ。なんで僕？あ、いいんすかね。いやいや、だって、いや俺ちゃうやん。
だって絶対倒すもん。でもレイさんはだってお酒入れてたんだ。いやいや、お酒入れたけど自分やってたやろ。なんかこそこそ今やってたやん。なんかグラス浮こうとしてたやん。いやいや、その時当たったやん。いや当たった。いやいや、違うやん。俺やってないし。そんなことよりも大事なお客さんへの被害を無視していいはずがなかった。でもいいけど、はい、なんすかかかったことに対して、はい、ごめんなさい言わないから。いやいや、俺は謝りつつないから。謝って。いやいや、謝ってよ。いや、普通に謝るのは姫様に謝るのが先やから。姫様に謝るのが先やから。もうどっちも謝ったらよくない。どっちもとかじゃなくて、別に俺じゃないから今のは。じゃあほんまに謝って、ちゃんと。じゃあ、お前グラス保護としてて当たって。いや、意味やったら。それで俺がなんで謝る。何が意味やから。お前のさ、その態度、はい、女の子にさ出してる時点でおかしいやん。いや、そうやまずヘルプやろ。さ、気分悪いやん。2人とも出ろやん。出ろ、もう一回。そんな後でやろ。どうぞ。アイスから追い出された2人の口論は従業員ロッカーの前で続いた。レンさん、腕当たってたやん。自分がこぼしたやろ。意味わからんやん。え、だってさ、普通にさ、あれもまず、あれちゃん、二人で謝ってよかったんじゃん。いや、だって俺悪くないもん。いや、悪かったやん。いや、悪くないもん。なんでこぼしたの。は実はレイさんじゃん。え、意味やかなし。は意味わからんやん。え、同期ぐらいやろ言うて。そう、同期やね。同期やろ。うん。いや、自分俺が買ってない。そうやろ。いや、買ってないよ。やろ。酒も飲まれへんねん。ヘルプは関係なくない。ヘルプは関係ないよ。いや、関係ないけど、じゃあ自分が悪いって思われたら、アイスだけ言ってたやん。違うよ、父当たってたしな、なるうだ。は意味やからなし。え、なんで焼き星焼いてるの。は飲むよ、こっち。はは俺の腕上がってくらい行くんじゃいって。いや、別に関係ないよ。なんなん。そのビビってるん。大差ないやん。ビビってるん。そんな大差ない。ビビってるん。いや、俺言ってんのは、だから席で自分の失敗とかを認め。失敗したんだって。いやいや、俺じゃないから。いや、余裕でレーザーやから。いや、俺じゃない。腕当たってたよ。は意味わからんやん。いや、お前おしぼりこうしちゃがってたよ。意味わからんやん。いや、意味わからんくない。ふざけんなよ、マジで。はは何やねん、マジで。はは何やねん、お前。やるかやるのか。別にやっていいよ。あ、やるか。手出してこいよ。あ、買い替えてこい。買ってこい。いやいや、私は言うたやん。おせずれ。さほど在籍日数の変わらない年下従業員を相手に酒が入り、気が大きくなった蓮は全く引かなかった。いいな。じゃあほんまにな。意味わからんやろ。いやいやいや、ほんま。もうやばい、もう。じゃあ無理無理、ほんま無理。マジ、うん、きしょ。ほんまに。いや、こいつ俺らにクソみたいな売り上げ上がったよ。は？ねえお前。売り上げはまずしょうがない。どうもねえ。お前もやりしょ。ねえなお前。は？うん、じゃあ開けて。ほんま無理やろ。しょ、ほんま。ねえねえ。は？お前も。言い過ぎやろ。こっちまってこい。そこやろ。おい、お前。そこやろ。ええから。おい。この出来事は、椿蓮の入店後、最も大きな問題となった。次回。いや、わからんっす。やる。いや、でもいいです。ほんまにもう行って、もう行って、もう行って。暴走が止まらない椿蓮に手を焼く梅田のホストたち。そして次、もし蓮がそうなったら出てきて、ベロベロの時のそれはもう絶対やめろ、そういうの。